るのがトリガーだったみたいだね。どうする？一旦距離取る？いや、このまま狙うよ。さっさと沈めないと、このデタラメなビームやミサイルが三楽君側に被弾する可能性もある。そうしたら後でどうなるか想像してみて。なになに？俺は一人でユニークモンスターとやり合えるのに、二人がかりでペットの馬一頭すら抑えられない人たちがいるんですか？ちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか？って、きっと半年は言い続けるよ。間違いない。俺でもそうするもん。私も。よし、そういうことなら下準備も終わったことだし、さっさと必殺のサークを決めよう。そうだね、ジャイアントキリングと行こうか。